アビゲール・リー・スペンサーは、アメリカ合衆国の女優である。フロリダ州、ガルフ・ブリーズで生まれ育つ。テレビシリーズ、オール・マイ・チルドレンでのレベッカ役で俳優デビューする。2006年の、アンジェラ・エス・アイズで主演するが、打ち切られてしまった。テレビシリーズでは他に、CSI、科学捜査班、ママと恋に落ちるまで、プライベートプラクティス迷える大人たち、キャッスルミステリー作家は、 事件がお好きなどにゲスト出演した。映画では2011年にカウボーイエイリアン、2012年にブラックホワイト、ブラックホワイトに脇役で出演する。2013年にはザ・ホーンティング・イン・コネティカットにゴースト・オブ・ジョージアに主演する。2014年アイクラウドからの著名人プライベート写真大量流出事件に、 関連して2014年9月にスペンサーのものとみられる性表現が露骨なヌード動画がリークされたが彼女はこの問題に関して一切沈黙している。ありがとうございます。